ヌ川姫姫川は、長野県北安住郡を呼び、新潟県糸井川市を流れ日本海に注ぐ河川。一級水系の本流。国土交通省が公表している一級河川の水質源況において、1999年以降4回にわたって水質ランキング日本一に輝いている。水源は、長野県北安住郡白馬村の親海湿原の湧水である。 古事記や出雲国風土記には、高四国を治めていた皇族の娘、沼川姫に、八千穂子の人が出雲から求婚しに来たという神話が、残されている。この沼川姫が、姫川の名の由来とされる。またこの二柱の間に生まれた子、竹南方人が姫川を訴状して、座入りしたとの伝承もある。白馬村においては、白馬連邦に橋を発する支流の松川や日向川が、 戦場地をなし、平坦な盆地を形成している。ただ、流域の大半は白馬岳をはじめとする標高2000メートルを超える山々が連なり、非常に急旬である。流路が、北アメリカプレートとユーラシアプレートの境界となっている糸井川静岡構造線にほぼ沿い、東西にある急旬な西首引山地と北アルプスから供給される土砂が多い。また、 日田外縁帯の脆弱なジャモンがが上流部の八方尾根、中流部の平井は小滝付近及び支流の大所川上流部に広く分布するため地滑り地形が広く分布する。そのため豪雨による土砂災害が絶えず道路や鉄道が普通となることがたびたびあり、暴れ川として知られている。糸井川市のウェブサイトでは天神神社に残る沼川姫にまつわる伝説の 一つとして、糸井川の名の由来が、糸井川である説を紹介している。西首上群に姫川という川あり、糸井川という町にあり、糸井川は、元屋川と柿市という。これの中は姫命が、今日の姫川を渡り悩ませたまいて、各呼び玉筆によると、天津神,神社並ぬなかわ神社より、ぬなかわ姫の伝説姫川筆遺跡。 南極姫川薬石この川の流域には、蛇紋岩中に構造岩界として含まれていた翡翠の産地があり、現在確認されている、日本全国の縄文時代早期から、奈良時代の遺跡から発見されている、翡翠生大種やマガタマなどの送信部の原料は、この川の流域や西方にある大見川流域、及び、新潟県に問川市山和川海岸から、 と山県下新川郡朝日町宮崎海岸にかけての日本海沿岸で採取された翡翠を用いて現地で加工されたものであると考えられている。現在でも姫川河口の東西の海岸や姫川の河原において翡翠を観察することができるが翡翠に類似した岩石も多く官邸には経験を要する。糸井川市宮山公園には翡翠について 考古学的な側面から紹介した長蛇、家、原稿古館と地球科学的側面から紹介したフォッサマグナミュージアムがあり、フォッサマグナミュージアムでは採集した岩石が翡翠かどうかを学芸員が鑑定するサービスが行われている。姫川の源流は元々の水源は青木湖であったが、佐野坂の地滑り堆積物によってせき止められたと考えられている。 親会湿原は、その堆積物の間に、すり鉢状のお地ちに、河川の流入もなく、湧水によって形成された、標高750メートルの湿原である。また、湿原の水は、同角山の斜面に沿い復流し、姫川の源流となる。湿原の湧水は、青木湖からの漏水であるとの説があるが、詳しい調査は、行われていない。 アコウ帯から鉱山帯の湿原植物が自生し、ホロムイソウの長野県唯一の自生地として有名である。また、フクジュソウ、ミズバショウ、ミツガシワ群落、カキツバタサワオングルマコウニユリサワギキョウコバギボウシ、ドクゼリ等の多くの植物が自生する。湿原は、木道の遊歩道等で整備され20分程度で一周、できる。親会湿原の 道角山の南にある高人の森を隔てて、親会出現の水が再び湧水する。昼ガの高原分水霊公園と共に、中央分水海が国道沿いに明確に見られる代表的な浸水公園である。姫川源流湧水として、名水百選に選定されている。川床は細かいつぶてであり、バイカモの群落、湧水近くはクレソン、河辺には猫のメソ 福寿草、水場掌、菊崎一毛、片栗、二輪草が咲姫座前草の群落が自生する。石掌模や、エビモなどの草類が繁茂し、岩菜の素状も確認されている。土石流対策のスリットダム明治44年8月、ヒエタ山の北側斜面が崩壊し、大量の岩屑が、支流の裏川を流下して、姫川川床に堆積し、 高さ60メートル65メートルの天然ダムを形成した。せき止められた姫川は、長瀬湖と呼ばれる湖を出現させ、川沿いの集落に、甚大な被害を与えた。この崩壊は20世紀の日本における最大の三大崩壊であり、冷えた山崩れと呼ばれている。上岸自川の飛び山崩れ、安倍川の大谷崩れとともに、日本三大崩れの一つとされる。 近年では平成7年7月11日の災害で、川沿いに位置する姫川温泉、貫原温泉などが甚大な被害を受け、国道148号、大井戸線が長期不通となった。なお、翌年12月6日にはこの災害復旧工事中に土石流が発生し、作業員14人が死亡している。この北海道時代より多数の出水、土砂災害の記録が残る。 糸井川市の歴史も参照のこと。姫川水系では、電力会社のほか民間企業も、水力発電所を運営している。本川上流部には、中部電力、中、下流部には、電化や黒部川、電力、東京発電、支流の大所川には、東北電力の発電所が存在する。長野県北鼓郡白馬村、小谷村新潟県糸井川市姫川温泉と、 JR 大井い線、姫川沿いは、長野県と新潟県上越地方とを結ぶ数少ない交通路であり、潮の道として利用されてきた歴史がある。今日でも国道148号及び大井都線が並行している交通の要衝である。ありがとうございます。